こんにちは聞く日本語のチャンネルへようこそあずさですこのチャンネルでは簡単な日本語を使って日本の文化や日本語について紹介しています今日も全部聞き取ることができるでしょうかもし内容が理解できたら ぜひ一緒に声に出して読んでみてください。そうすることで皆さんのリスニングの力がもっとアップします。今日のテーマは歌舞伎。歌舞伎は日本の伝統芸能の一つです。派手な衣装とメイクが特徴的です。 皆さん、あの歌舞伎のちょっと怖いメイク、何を意味しているか知っていますかこの動画を見ればそれがわかります。そして、今日は芸術と文化に関係する言葉を3つキーワードとして紹介していきたいと思います。まず、1つ目。 鑑賞する。そして二つ目主役そして三つ目伝承する今日もたくさん日本語を聞いて一緒に勉強していきましょう歌舞伎は今から約400年前 奥にと呼ばれる女性が始めたと言われています。歌舞伎の元になっている言葉は、歌舞伎という言葉です。これは頭を傾けるという意味です。この頭を傾けるという動きから、周りと 少し違った行動をとる人、つまり少し変わった人たちを表す言葉として使われていました。さて、歌舞伎は芸術の一つです。この芸術を見て楽しむという意味でよく使われる日本語の言葉があります。 それが今日の一つ目の言葉、鑑賞する。鑑賞するとは、芸術を見て楽しむという意味です。これは歌舞伎だけではなく、すべての芸術について使うことができます。例えば、コンサートで音楽を聴いたり、美術館で 絵を見たりするときにも使われます。例文をあげてみましょう。昨日、私は東京で歌舞伎を鑑賞しました。私はテレビでオペラを鑑賞します。そして、芸術とこの鑑賞するという言葉を くっつけて一つの名詞として使うこともできます。こちらも例文を挙げてみましょう。私の趣味は映画鑑賞です。歌舞伎を演じる人、つまりステージの上に立ってセリフを言ったり、動いたり、踊ったりする人のことを歌舞伎役者と 言いますところで映画や演劇の中で一番大切な役のことを主役と言います今日の2つ目の言葉ですね例えば「ハリー・ポッター」の主役は「ハリー・ポッター」ですそしてこの「主役」という言葉は「 日常生活の中でも使われます。それは何かのイベントで大切な役割を持っている人のことを意味します。例えば、あなたの誕生日に誕生日パーティーを開くとします。この場合、あなたはそのパーティーの主役です。これは パーティーがあなたの誕生日のために開かれたものでありあなたがそのパーティーの中で一番大切な人だからです話を歌舞伎に戻しましょう歌舞伎のメイクはとても派手で目立ちますこのメイクちょっと怖いですよね これは一体何を意味しているのでしょうかこのメイクは熊鳥と呼ばれます。メイクの方法ですが、まず顔を真っ白に塗ります。その上に赤や青、黒などの模様を描いていきます。この模様は顔の 筋肉や血管を表していると言われています。血管とは血が通っている管のことです。例えば皆さんも手首を見ると血が通っている管が見えますよね。これが血管です。ではなぜ筋肉や血管を表しているのでしょうかそれは その人物の役割や感情、つまり気持ちですね。気持ちを表現するためと言われています。色にも意味があります。赤は正義や勇気などの良いものを表しています。一方で、青は冷たさを表し、 敵の役によく使われます。また、少し珍しいですが、茶色もあります。茶色は人間以外のもの、例えば鬼や妖怪に使われています。この熊取の模様は100種類ほどあると言われています。 歌舞伎のような伝統を次の世代に残していくことはとても大切です。このように伝統を次の世代に残すことを伝承すると言います。今日の三つ目の言葉ですね。伝承するためには歌舞伎をやっている人たちだけではなく歌舞伎を 見る人たちの数を減らさないことも大切です。そのために伝統的な歌舞伎に新しい文化を加えたスーパー歌舞伎というものが誕生しました。スーパー歌舞伎ではなんとあの大人気の漫画ワンピースのストーリーを歌舞伎にアレンジしたりします。 役者が空を飛んだり、水がたくさん流れるセットをステージに置いたりして、見る人をびっくりさせます。今日のお話はこれでおしまいです。今日の言葉を復習してみましょう。まず、一つ目、鑑賞する。 そして2つ目、主役そして最後に3つ目、伝承する今日もこの動画を見てくださりありがとうございます。これからも一緒に日本語の勉強を頑張りましょう。バイバーイ